ネディチはどこだ。さっきここを通ってた大屋の会議室だ。会議、ゼル刑事とか。あのオタクか。いや、部下だけだと思う。部下は何人だ。確か3人。武装は。してるさ、マイランだからな。帰ればなんとか。はい、そうです。ええ、可能かどうかは何とも。でももし彼が南アフリカの連中なら。いえ、大丈夫です。妥当な契約です。問題ないでしょう。大丈夫です。いいか、よく聞け。ダウンは向かってる。彼はご立腹だ。こっちに向かってるとは。ニューヨークのオフィスが荒らされた。コインの種類にやっと慣れたよ。俺にはまださっぱりわからん。穴の開いてるのが。オフィスが。誰に。 FBI。 んなことはどうでもいい。その片付けってのは。はっきりとはわからん。だが船の件といい、嗅ぎつかれたのかも。でもあの。いいか気にするな。ボスが向かってる。事態は深刻になりつつあるが、これは予測の範疇だ。計画通りに動き、守りを固めろ。滞りなくことが運ぶようにな。かかれ。I thought this was closed.知ってることをすべて言えば死なずに済む。わかった。何が知りたい。何でもいい。ありったけ吐け。ネディチはゼルゲージってやつを講演してる。コンピューターの天才とか。それは知ってる。シェトランド。シェトランドがこっちに向かってる。なぜ。わからない。ネディチと何かあったとか。二人は共謀してるのか、それともネディチの独断か。知らない。だがネディチは何をしても不思議じゃない。どうだ。 OK。そうだ。 OK。騒ぐなよ。誰だ。何が目的だ。なぜゼル刑事をかくまった。ディスプレイスの関与は。しゃべらん。喉をかっきって中から言葉を引きずり出せってのか。待て、やめてくれ。生きては解散。だが必要なことをしゃべれば楽な最後を迎えさせてやる。て、停電だ。停電後ゼル刑事を守る必要があった。ウォルシュに関しては。ウォルシュについては知らん。シェトランドに聞け。シェトランド。ああ。停電後にゼル刑事からもっとデータを欲しがってた。だが必要なものはもう。シェトランドは知ってるのか。ああ、奴がボスだ。ゼル刑事保護の命令も奴だ。シェトランドはどこだ。ここに向かってる。ヘリでな。やれよ。ネディチはこれで片付いたが、厄介なことになった。シェトランドがヘリでそっちに向かっている。ダグが、なぜここに。ネディチの様子を見に来たのか、我々の推測が外れたかだ。まだ彼を疑ってるのか。なんとも言えん。それゆえに気がかりだ。シェトランドとゼル刑事が会う目的を調べろ。
Of his natural predators is truly terrifying to behold. That light shouldn't be out. まさか本当に真実が知りたいんだ。真実？オッペンハイマーは真実を知っていたか。ルーズベルトは、真実はその時の必然で決まる。つまり我々は正しいことをした。どういう意味だ？コンセプトを実証できた。順当とは言えんが済んだことだ。つまり平和になると？平和というものはわざわざ向こうから来てくれるもんじゃない。作り出すものだ。力でな。いいか、保安官はバッジだけじゃない。持ってる銃が重要だ。銃？そうだ。そんな。そして我々はその銃を敵に渡すわけにはいかんのだよ。何を？やめろ！なんてこった！シェトランドを逃がすな！やつも目標か。やつが目標だ。Confirms it. Not a coincidence. 了解。